江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらサムスンの話なんですけども、半導体ランキングで首位陥落ということで、それでは記事の方を見ていきましょう。ぐーちゃんお願いします。昨年サムスン電子がグローバル半導体企業の売上順位で3位に落ちた。おう、サムスン電子が DRAM ナンドフラッシュなどメモリー半導体業況賃貸に打撃を受けている間、インテルが2年ぶりに先頭の座を奪還したのだ。特に生成型人工知能 AI ブームの最大の恩恵を受け、驚くべき実績を達成した NVIDIA はサムスン電子を抜いて2位に躍り出た。28日、市場調査機関のオムディアによると、昨年、サムスン電子の半導体、DS 部門の年間売上は、443億7400万ドルと集計された。2022年の670億5500万ドルに比べて、33.8% 減少した。同期間、サムスン電子 DS 部門の売上順位は、1位から3位へと2ランク下落した。昨年、サムスン電子のキャッシュ感、現金喪失源であるメモリー事業の前例のない業況低迷の影響と分析される。オムディアは、昨年、サムスン電子の半導体売上が半導体好景気だった2021年の半分水準に落ちたと説明した。インテルも、やはり、昨年の売上が前年対比 15.8% 下落したが、サムスン電子の不振に反射利益を享受し、2021年以後2年ぶりに売上1位を占めた。一方、AI という新成長エンジンを搭載した世界最大のグラフィック処理装置 GPU メーカーの NVIDIA は業績に翼をつけた。昨年 NVIDIA は491億6100万ドルの売上を達成した。前年210億4900万ドル比で 133.6% も急増した。オムディアが調査した上位20社の売上企業のうち 100% 以上の売上増加率を記録したのは NVIDIA が唯一だ。NVIDIA の売上順位はサムスン電子を抜いて2位に上がった。昨年、生成型 AI 市場が開花し、GPU 需要が大幅に増えた影響だ。NVIDIA は全世界の AI チップシェア 90% 以上を記録するほど関連市場を事実上独占している。売上4位と5位は、クアルコム309億1300万ドルと、ブロードコム284億2700万ドルが、それぞれ名を連ねた。サムスン電子とともに、伝統的なメモリー強者の SK ハイニックスの順位も下がった。昨年、SK ハイニックスは前年より 30.6% 下落した236億8000万ドルの売上に止まった。SK ハイニックスの売上順位は4位から6位へと2ランク下がった。業界関係者は AI 技術競争力により半導体業界の引きが分かれているとして、サムスン電子、 SK ハイニックスなどメモリー企業は今年 AI 向け高帯域幅メモリー HBM 出荷増加を前面に出して実績改善を狙うだろうと話した。はい、ということでですね、こちらちょっとランキングアップにして見ていきましょうか。はい、2023年インテルが1位、 NVIDIA が2位、3位がサムスン、4位がクアルコムということで、あとは5位ブロードコム、あ、6位に SK ハイニックスが、あ、7位に AMD 入ってますね。はい、アップルも、あ、そっか、アップルも作ってるね。こんな感じですね。11位にテキサスインスルメント、マイクロン、12位がマイクロン、あ、16位にこれルネサスエレクトロニクスコーポレーションって、これあれだ。17位がソニーセミコンダクターソリューションって感じね。あ、20位にキオクシア入ってるね。はい、ということでですね、こちらに対して、警告の反応見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目。サムスンをいじめて大韓民国を全て庶民にして、北朝鮮のように社会主義建設の目標を破ってこそ左派民主党がすることに騙されるな。144-52。サムスンができなかったというより NVIDIA が狂った。29-2。今やサムスン電子は NVIDIA の下請け会社であることを認めなければならない。問題は、堅固な第一下請けは TSMC で、サムスンは、ハイニックス、マイクロン、彼らと第二下請けの戦いをしなければならない。37-17。確信のないサムスンは、そろそろをしようとしている。残念だ。22-10。
ムンジェイン時代に地に物狂いでサムスンを妨害した。その結果だ。米国はサムスンを誘致するために莫大な支援をしているのに、K国はサムスンを壊そうとしている。 3-0 当然の帰結だ。国民経済の重要な一軸の首長であるサムスン電子の指揮者が政界の泥沼の犠牲者になって数年間を刑務所で過ごさなければならなかったのだから、当然の結果だ。愚かな政治をした。政治家の誤った判断で、K国経済の重要な財産である原子力産業と半導体に深刻な打撃を与えた。愚かな行動だと後世において指摘されるだろう。 2-0 我が国はついてゆくことは本当に上手ですが、1位になってから先導することが下手です。失敗してもちょっと果敢に言って出ましょう。ブロックチェーンのビットコインも他の人が使うのかな、ルーンとなっている間にアメリカは資産化してビットコインや ETF で恐ろしく押し上げた。日本も覇権を逃さないようにブロックチェーンコインの Web3 にすごく投資するのに、K国も後戻りせずにビットコイン、半導体、量子コンピュータなど果敢に投資していく必要がある。 2-02030年頃には人手不足の様相が今の10倍くらいになるそうです。もうサムスンの時代は終わるのでしょうか。 2-0 サムスン電子は10年連続で売上下落中。このような株は早く損じ切りして。 1-0すでにサムスンはテーマを知らずに精神分裂妄想障害に陥っていた。パクチョンヒやゼンドファンとイゴンヒ前会長が力を合わせてたとしても無駄だ。それでも結局ヘルアサセンのローカル企業であって、相手は米国たす C国たす日本東南アジアという巨大集団にヘルアサセンは絶対勝てない。あえてサムスンが1位になりたければ直ちに会社を米国に売却して本社を移転し、台湾系 CEO を衰退し、研究人材を米国から選び出し、技術と生産は台湾を中心に日本と技術協力、東南アジアと生産協力をせよ。 1-0 イジェヨン会長が運営したら遅くて何一つまともにすることがない。バイデンは何をしているの？また居眠りしてるのかな？ NVIDIA 90% だって、なぜ独禁法違反の調査しないのか？サムスン半導体の 60% が C 国、香港に輸出されるが、C 国への輸出を禁止すれば当然の結果である。2-3日本の報道官と手先の役割で福島の放射能汚染水を放流させ国を蝕んでいる犯罪者ユンと和光の力議員たちは、国の経済や未来企業の発展には全く関心がない。0-3台湾系 CEO にすりゃ何でもうまくいくと思うなよ影響されすぎだよ。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょうはい、じゃあ上の方からいきますかね。いつ首位だったんだっけ、記憶にございませんが、ここで終わりとは思わない方がええで、所詮汎用や。でもお前ら HBM4 で巻き返すにだとか言ってなかったか、わら。メモリーだけでは持たんでしょう、わら。メモリーの在庫量は世界一でしょう。ただ他社の製品が少し売り上げが良かっただけ。さすがにこれだけ集落っぷりがひどいと合併って話も出てくるんじゃない。でも日本企業はお断りっすよ、わらわら。インテルは新型が旧型とほよんど変わらなかったからなNVIDIA さん、いつもお世話になっております。先日 SSD が壊れたからサムスンかと思ってたらインテルだった、わら。需要予測とか新技術の確立とかいろいろやることはあるはずなんだがな。お前らはチップ4とか言ってホルホルしてただろ。これが現実なんだよ。お前らのところはもっと落ちるぞ、覚悟しとけ。 NVIDIA にしか作れない GPU と他社でも作れるサムスンのメモリとは比較するのが間違ってるよ。全半導体市場ではあんまり意味ないじゃないかな。日本の半導体産業とは違うんだって言ってたあの頃が懐かしいね。 AI 用って規模にもよるけど CPU や MPU チップにどっこりさせるんじゃないの。割れたり漏れたりしょっちゅうしてる原子力が主力、わら。サムスンは人材流出が甚だしいんだそうですね。引き抜きだと報道してるそうですが、沈む船から逃げてるだけですよね。ま、それをやった時警告に金は全く落ちないけどな。流れを真似して周回遅れになって沈没するよ、わら。アメリカに工場を作っても労組が許してくれないから結局無駄だね、わら。はい、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。